おやべ、ちょ、冷凍のふるさと納税のやつ来たから、ちょっと冷凍庫の形変えてくるわ。ちょっと待ってて、ちょっと待ってて、俺アイス買いすぎてさ、ちょっと冷凍庫のに入るかわかんないんだよな、ふるさとが。ちょっと待ってて。ちょ、やばい、緊急事態発生。やばい、入んねん、冷凍庫にふるさとが入んねん。やべえ、やべえわ、やべえ。アイスどっちかを犠牲にしないといけない。ふるさとかアイスか。おち、やべえ、マジで。なんか箱抜き身で入れたらいけるか。今なんかあのクール便特有のレジャーシートみたいのに巻かれた状態できてさ、いや、アイス食うとかいうレベルじゃないぞ、マジで。 1,2,3,4,5,6,7 も結構買ってるからね。いや、アイスマジか。いや、マジ買いすぎた。なんのアイス、31を買いすぎたんだわ。やばい、刻一刻とでもね迫ってる。全部ちょっとバラしてくるわ。一回バラバラにして一個ずつ入れてみる。いや、何を隠そうさ、あの1ヶ月前分を俺受け取り損ねて、で俺電話して、すみません、受け取り損ねちゃってっていう話をしたら、2ヶ月分が来たのよ今日。だから量がさ、はあ、ちょ待ってて。よっけー、オッケーオッケーオッケーです。入ったわ、無事入った。あー、疲れた。ついでにアイスも取ってきた。スプーン取ってくるの忘れた。やば。オッケー。あー、疲れた今日は。いや、まさかまさかだったね。俺雑魚いさ冷蔵庫買ったからさ、そもそもそんな料理素材とか買わねえだろって思ってあれだったけど、冷凍庫はちょっと盲点だったな、まさかの。やりますか、 エーパックスラガンド。いやー、ビビったわ。配信開始ボタンと同時に来てさ、インターホンが。配達開始ボタンでもあったんだなって。よし、食べるか。雑魚い冷蔵庫あるある、いいかい。冷凍庫の出力がまばらだから、ちょっとアイスが溶ける。これマジで雑魚い冷蔵庫あるある。これはマジである。チョコミント食べてる。チョコミントってたまに食べたくなるんだよな。いや、マジであるよ、雑魚い冷蔵庫は。まっ、前はパパパパパパ、そう、ホテルの冷蔵庫みたいな冷蔵庫使ってんだよね俺。こう見えて